はい、お疲れです。今日行われます、えっ、ー、と、g 1の後楽園の B ブロックの公式戦ですね。これの見どころプラス、結果の予想ですね。語っていこうと思います。あの、A ブロックは、もう攻略っていうね、えー、言い方にしてるんですけども、B に関しては、僕自身がまだ攻略できてないんですよ。なんで、僕自身がまだ攻略できてないんで、 今回のこの B ブロックに関しては、ちょっと謙虚に予想っていう形に取らせていただいてます。はい。まあ、そんな感じですね。はい。えー、ではですね、まずボルチン対ジェフコブ。えっ、ー、と、これの結果はズバリジェフコブ。はい。で、この試合の見どころは、ボルチンがジェフコブをボルチンシェイクとかやって、 で、ジェフコブを所々持ち上げたりして、ボルチンが見せ場作るも、最後はツアーオブジで終わる。はい。まあ、こんな感じですね。うん。で、まあ、ボルチンに関してはもう僕口酸っぱく言ってるんですけども、もうボルチンはもういいだろう。うん。まあ、これがテーマなんで、まあ、ただボルチンもまあ、それなりにジェフコブをぶん投げて見せ場作るっていう、そんな感じで見てもらえればっていうとこですね。はい。 で続きまして、ファンタズモ対竹下。この勝者はズバリ、エル・ファンタズモ。はい。ファンタズモが勝つと思われます。ファンタズモが勝ちそうな根拠は、今の点数状況的にうん。ファンタズモは確か今4点なんで、だからそろそろファンタズモの巻き返しのターンが始まるっていうね。そんな感じです。で、今回のこの竹下対ファンタズモは、 ファンタズモの今年一番のベストバウト級の試合。ファンタズモって年に一回ベストバウト級の試合を持ってくるっていうのがファンタズモのこの方程式みたいな感じなんですよね。うん。まあ年一のファンタズモって僕は呼んでるんですけども、その年一のファンタズモを今回の竹下,竹下戦で切ってくるっていう、そんな感じです。試合内容がね、これすごくなりそうな気がしてならないですよね。はい。で、 今回も竹下は負けるんですけども、まあこの試合を見終わった後にどうせ、竹下すげえって、うん、やっぱ竹下すげえわっていう風になってるんだろうなっていう感じしかしないですよね。うん、で、最終的にまあみんなが思うのは、竹下欲しいわっていうね、こういう感じに思うっていうのがもうワンセット。そんなファンタズム対竹下です。はい、以上です。 はい、続きまして、辻対ヘナですね。うーんこのし、この試合は辻の勝利でしょうね。で、僕はちょっと内容の部分でね、辻がヘナレっていう、このゴツゴツの極みみたいな選手をどう相手にしていくのかっていうね、どういう内容になるのかっていうのが、まあ、ちょっと注目ポイントなんですよね。辻って、あんまりこの、 ネバー系譜のゴツゴツとそんなに当たってないっすよね。唯一そのゴツゴツネバー枠系で言うと、ジェフコブと当たったぐらいっすね。僕、ひそかに期待してた、辻対石。この辻石が今年 G1 であるかなと思って、この辻がね、石 IT にした時にこれどんな内容になるのかっていうのがね、僕楽しみだったんですけども、この辻の石越えっていう、 そこの大事なステージを、まあ、省いた状態での、まあ、ヘナレ戦なんで、辻のね、このザ・ゴツゴツのイメージがあんまり湧かないんで、どういう内容になるのかっていうのがね、ちょっと気になるっていう感じですね。はい。まあ、そんなとこですね。意外と、あれあ、まあ、こんなもんかで終わるか、ああ、この試合よかったなっていう感じになるか、まあ、この2択って感じですね。はい、以上です。で続きまして、上村対成田。 これがね、セミで組まれてるっていうところに、なんか一波乱ありそうかなっていう、うん、なんかそんな感じしますね。どっちも、なんだろうな、すげえド派手なタイプではないじゃないですか。この新世代の中で。えー、もう職人化してきてる成田と、あとオーソードックスなス、オーソードックスなスタイルで、今、自分の色を見出した上村。うん、ちょっと、 内容がね、どうなるかなっていう感じですかね。もしかしたら、すごい化学反応が起きるか、凡戦になるかっていうね。うん、まあそんな感じってどうですかね。はい。で、この、これはね、ちょっと読めない、読みにくいんですよね。これ勝った方が、最終戦で、えー、ちょっと生き残る可能性が非常に高くなるので、僕ね、最初は上村が、 トップ3で通過してくるかなって思ってたんですけど、いや、なんか上村を落として、スルスルーと成田を生かすっていうね、なんかね、そんな感じもちょっと見えてきたっていう感じなんで、その点も含めてね、ちょっとこれ読みづらいですよね。ああ、どっちだこれ。マジむずいよ、これ。これこの勝者は、 一応僕の希望も込みで、上村にしときます。はい。いや、これちょっと難しい。本当難しいですね。はい。とりあえず僕は希望込みで上村です。で、えー、メインが後藤フィンレですね。ちょっとー人寄りっちゃー人寄りのメインかもしれないですね。昨日の高木真田戦に比べると。まあ、そんな感じですね。 まあ悪くない試合になるだろうなっていう感じはしますね。で、この勝者は、フィンレイだと思いますね。うん。まあ、どっちが勝ってもいいっちゃどっちががってもいいんすよね。ただ、これで後藤が勝つと、えー、今年の G1 で2回メインイベント G1 の G は後藤の G をやるんで、いや、今の後藤に、 G1 の G は後藤の G、後藤のメインマイク締めは2回もやらせねえだろうなっていう気がしてるんで、ここはフィンレイが勝ちそうかなっていう気がしますね。はい。というわけで、えー、メインはフィンレイの勝利ですね。はい。はい。というわけで、以上が本日の後楽園ホールの結果予想および見どころ解説でした。おそらくセミの成田上村以外は多分パーフェクトかなと。 いう,ふうに思ってますこの上村と成田がねすげえ難しいっすよねこれ今までだったら成田は多分予選落ちだろうなっていうふうな見方が多かったと思うんですけどもいやなんかね新日本は意外なダークホース的なのを一人混ぜてきそうな気がするんでなんかリーグ戦が進むにつれてって この成田というこの独画をなんかね最終日まで残してきてあわよくばするするっと2位か3位通過で持ってきそうかなっていう感じがちょっとしてきたんでね僕はこの成田をちょっと最後まで雑に扱うわけにはいかないっていうねちょっとそんな感じなんでこの成田がねすげえ癖者なんですよ。 はい、っていう風なところが今日ののの B ブロックの園ホールの内容をまとめでございました、はい、以上です、はい、というわけで結局何言いたかったっていうと B ブロックはもう口すっぱく言ってるように本当結末が難しいんでこの後楽園が終わっても攻略できるかちょっとまだわからないので、えー、ちょっと B ブロックの攻略に関しては最終戦前の宮城が終わらないとちょっと正確な答えがあって。 出ない気がするってこと